セロの次なるステージは横浜みなとみらい。辺りは広く、何も隠し立てができない難しいステージだ。石畳に描かれたのは、西洋では不思議なパワーが集まると言われる魔法陣。Excuse me, すいません。ちょっとここ立っていただいていいですか。お願いします。セロは周囲の人々を呼び、描いた星の先端に立たせた。お願いします。Excuse me. お願いします。What's your name? タイです。タイ。タイ。タイさん。ちょっと不思議の体験しません。そう告げると、そのまま寝てください。セロは彼女を床に寝かせた。手を軽くお腹に合わせて、足をちょっと組んでいただいて、Perfect。ではお願いします。4人枠の中に立ってください。どうぞ来てください前まで。ここ。Please, right here. Right here. Okay?ちょっと下まで下がってください。では皆さんお願いあります。2つの指を上向きにしてタイさんの体にちょっと軽くつけてください。目を軽くつけてます。では皆さん説明します。タイさんが羽のように軽く、棒のように硬くをイメージしてください。そして皆さんも羽のように軽く、閉じてください。棒のように硬く、そう伝えると、セロは呪文を唱え始めた。Light as a feather, stiff as a board. Light as a feather, stiff as a board. Light as a feather, stiff as a board. 皆さん、タイさんをゆっくりと上まで持ち上げてください。Go! なんと5人の指だけで、彼女の体が軽々と持ち上がる。皆さん、目を開けてください。Look. 目を開けた4人は言葉を失った。タイさん不思議ですか。変な感じですか。 All right. 皆さんもっとすごいです。僕が手を離してつった時にテイさんから完全に手を離してください。 OK? It's OK. Don't worry. Ready? Let goLet go. セロ以外の4人が手を離しても、女性が宙に浮いている。後ろに引いてください。しかし現象はこれだけではなかった。下がってください。テイさん、集中は崩さないでくださいね。崩さないでください。コンセントレート。セロが見せた驚異の浮遊現象。